ムハンマド・アユーブ・ハーンは、パキスタンの初代軍総司令官であり、第2代の同国大統領である。1958年のクーデターで政権につき、1969年の暴動で辞任を強いられるまでその地位にとどまった。サンドハースト陸軍主管学校で訓練を受けた後、第二次世界大戦において、英遠軍の司令官として戦った。彼は、 1947年にパキスタンの分離独立のために結成された軍に所属して東ベンガルの総司令官に就いた。1951年にリア・カトアリーハーン首相により最初のパキスタン出身の軍総司令官に任命された。1958年、イスカンダル・ミールザー大統領の戒厳令発令を指示してその管理者となった。その2週間後、 彼は無血クーデターを観行し、大統領の地位についた。全政権と同じく新米への路線を取り、ソ連やインドと対立した。1965年にインド・パキスタン戦争が起きたが、国連の調停により5週間で終結した。インドとの和平における情報案に対して国民の不満がくすぶり出した。激しい物価上昇に対する国民の不満は爆発し、 各地で暴動が起きた。1969年に彼は辞任して、二度目の戒厳令を宣言したヤヒアーハーンに権力を移常した。1974年、イスラマバードで病死した。ありがとうございます。